確認は済んだようじゃな。ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所にようあれ。今から伝えるのは最後の船長命令だ。最後って、ちょっと待てよ親父。縁起でもねえ。一緒に新世界へ帰るんだろ。親父、お前らと俺はここで別れる。全員必ず生きて、無事新世界へ帰還しろ。ほら、時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け、野郎ども。やだ、親父。船長命令だ。行くんだよ。ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ。海軍。おやじ。エース、行こう。おっさんの覚悟が。わかってる。無駄にはしねえ。白ひげを討ち取れ。一つ聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。ラララララララ何という失態だ。奴らを逃がしてはならんぞ。エースさん、ルフィ君、船へ走れ。お前さんたちは狙われとる。おっと、簡単には逃がさねえ。道を塞いじまうのが早いか。氷の壁だ。よし、ぶっ壊す。受けてみよう。
できねなってな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるさ。いや、まだ今は俺が守る。おやつの覚悟を無駄にはさせねえよ。覚悟しろよ。
海賊どもを止めろ。誰一人逃がすな。エースが解放されりゃあとは海軍を食い止めるだけだ。ナイスエース。広場が真っ二つに裂けただと。白ひげ、まだこんな力を。奴は本気でこのマリンフォードを海に沈めるつもりだ。俺の命と一緒にな。おっと、危ないじゃないの。いや、まだ諦めねえぞ。エースを解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう。白ひげ海賊団、船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者、取り消せよ今の言葉。だけ暴れたんだ。もう限界だろう。ここで止まるわけにはいかねえんだ。まあいい、どの道逃げられねえよ。次はお前さ。あいつ親父をバカにしようと。王になれずじまいの永遠の敗北者だ。白ひげじゃどこに間違いがある。一人でも多く生き残ることが親父さんの願いじゃ。エース弟どもに居道を作れ。何十年もの間海に訓練する。王にはなれず何も得ず、実に空虚な人生じゃありゃせんか。逃がさせんか。もうダメだ、やられる。俺たちに行き場所をくれたんだ。行くぞ。それに親父の偉大さの何がわかる。二度目は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。
だ息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん、危ない。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ。すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから、聞けよ、ルフィ。何言ってんだ、エース、死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。確認は済んだようじゃな。
エースの弟を連れてけよい全部そいつの命は俺たちが守る分かったルフィ君気をしっかり持ておいあそこにいるのは誰だずはははは久しいな死に目に会えそうでよかったぜ親父黒ひげ海賊団てめえだけは息子とは呼べねえなティーチ俺の船のたった一つの鉄のルールを破りお前は仲間を殺したそのバカの命を取って俺がけじめをつけるぜはははは望むところだやってみやがれウィーハッ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 次から次へとじゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん麦わら屋をこっちへ預けろお前さん何者じゃ麦わら屋とはいずれは敵だが悪縁も縁こんなところで死なれてもつまらねえそいつをここから逃がす一旦俺に預けろ俺は医者だまだルフィ君の意識が戻らん担いでそっちへ連れて行くそれでいい任せておけこっちだ早く麦わら屋を運んでこいさあなんで俺が麦わらを運ぶ羽目になってんだすまん赤旗の周りの敵をどうにかして進むんだできてんだろうな。ぜはははは。あんたの時代を終わらせに来たんだ。俺も行くぜ。5000枚が嵐政権。よし、道が開けた。今のうちに進もう。いや、どこの馬の骨だか知らねえが、あいつのとこまで逃がしゃいいんだよな。わっと。じゃああっちの道から。で、おい、キザルがいるじゃねえか。じゃがもう一つの道はかなり遠回り。どちらから進むべきか。傷ついたルフィ君を連れたまま、対象の相手などできん。こちらから進むぞ。よし、こっちには大将なんていねえだろうな。
末恐ろしい。今は潰しておくか。お気づい、あいつのところへは行かせねえよ。いわっと、うちで合ってんのか。俺はまだ死にたくねえ。わっと、わしの土俵じゃ。これは逆だ、アホ。だが海に逃げるしかねえ。俺はあんたを心より尊敬し憧れてた。あんたは老いた。処刑されゆく部下一人救えねえほどにな。家臣、軽率、お前の弱点だ。殲滅する。麦わらは逃がせねえんでね。将来を奪う。
か。どいてくれるか。入らない。わしが逃がさん。もう生きることは諦めんかい、バカタレが。キー赤犬、今度こそおしまいだ。あと少しじゃというに。開始。どけ、エンポリオ・イワンコフ。どくわけなし、ブル。マイタ、やってくれるじゃないの。助けてくれ、キャプテンバギー。でも、邪魔しよるの。今じゃ、抜けるぞ。おせんまいが、ようやくこの地獄ともおさらばだ。頂上こえ。お前じゃねえんだ、ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てとあいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。黒ひげが出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、これが俺の闇の実の力。そしてあの構え、おやじの能力、全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は
俺の時代だ。ぜっは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 、痛快な能力だ。力が体の中から湧き上がってきやがる。力いっぱいでも食いてえな。最強の力を手に入れた俺を止めてやがる。面倒な奴に目をつけられた。奴を倒さねば逃げられん。邪魔しても無駄だ。全員沈めてやる。ヤツの生み出した闇に触れてはいかん。避ければ命を削られるぞ。おめえらごとこのマリンフォードを沈めてやろうか。これからは俺の時代だ。正しくもない海兵は海軍にはいらん。痛いことを言わない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、この世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。ん？麦わら？お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か？おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い。俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ。いや、黒ひげ。ぜやめとこう。まだ時期が早い。
船員、この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。なんと！後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留める。だがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。見かねたジンベエは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せえ。お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ明ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。しばし後、レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわず、ジンベエと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた？また海軍本部に乗り込んだんだって？一体何が目的でこんなことを？ああ、そうか、わかったぞ。了解。そうか、ルフィ。わかった、わかったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、各々力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後にシャボンディ諸島で。